夜、梅、祭りに、第1回、夜、梅、祭りが開催された。主催は、水戸の梅祭り実行委員会、主幹は、水戸青年会議所。ライトアップされた、満開の梅林夜梅祭りのフィナーレを飾る、打ち上げ花火とキャンドルライト夜梅祭りで、ライトアップされた、庭園内和楽演奏イベント、夜梅と和楽の調べ全国でも珍しい夜の梅を、 楽しむイベントで、ライトアップされた園内を巡り、夜から朝にかけて、香りを強く発する、梅の芳香を堪能することができる。園内には5000個を超えるキャンドルが設置され、幻想的な雰囲気を味わえるほか、地産地消のスローフードの出展、水戸半徳山の西の内神による装飾や、水戸に伝わる武家のお茶である水戸石周流、何老会によるお手前の披露など、 地域の文化を生かした祭事に特徴がある。2008年より導入された花火の打ち上げも好評。打ち上げ担当は、水戸在住の市にせ企業で、日本一の花火師と称えられ、数々の受賞歴のある野村花火工業が担当。日帰り客の多い水戸近隣の観光客を、夜型イベントを実施することで、近隣の飲食店、宿泊施設が巻き込んだ市街地の発展を目指す。 一泊型観光都市、水戸実現を目的している。2009年度には、第4回、夜、梅、祭りが実施され、従来の梅林のライトアップに加え、妄想地区の竹林のライトアップが実施された。このことがきっかけになり、光の散歩道事業として、常設のライトアップが整備されることとなった。2015年度からは、従来の快楽園、常磐神社に加え、 行動館も会場として追加され、行動館のライトアップも行われるようになる。2006年第1回、夜、梅、祭りを開催、約6000名の来場者を記録した。快楽園の西門前の広場で、水戸小町を共に楽しむというテーマで実施。手作りの竹の安堂を設置したほか、地産地消の飲食ブースで話題を呼ぶ。園内を江戸時代の小町に例え、 来場者に通行手形を模して、夜勤を施した木札が無料配布された。以降、木札の配布は夜梅の名物となっている。2007年第2回を実施。約1万4000名の来場者。会場を快楽園、見晴らし広場に移動。ろうそくの明かりの中、春の匂いの散歩道へをテーマに、園内の梅林のライトアップが充実された。 常磐神社の農学殿も開催場所に加えられ、各種祭事も実施し、公文亭前に和紙を巻いた千個のキャンドルが設置され、翌日の新聞市場で紹介される。2008年第3回を実施。約1万9000名の来場者。梅香る、新月の夜へをテーマに、新月に願いを届ける、おみくじブースを新たに設置。 開楽園した電革命バイリンからの打ち上げ花火も実施される。農学伝祭時では、書道家、川又南学氏の記号が登場し、話題に。2009年第4回を実施。約2万4000名の来場者。本当の入り口表門へようこそをテーマに、影と洋の庭園設計を満喫してもらうべく、表門、都玉線のライトアップを実施。 特に竹林のライトアップは話題になる。園内に職人村を設置、来場者が漢字一文字を書き込む体験型キャンドルや水浮上鎮に彩られた公文庭内は幻想的であった。その他、一泊型観光都市実現のため、事業翌朝、朝梅を新たに採用。宿泊された来場者を想定して、常磐神社境内で朝粥の無料提供を行い、 夜から朝に様々な表情を見せる快楽園の魅力を発信した。2010年第5回を開催。あいにくの雨の中、約2万1000名の来場者を記録。水戸美学再発見。をテーマに地産地消の飲食ブース、小町食堂が増強されたほか、水戸県定合各社をナビゲーターに招聘した、ナイトウォークも好評だった。農学伝彩時では、 デンタマオのステージも実現し、ミトを代表する祭りとして、ますます注目を浴びている。2011年第6回を実施。なお、ゴヤ祭は、東北地方太平洋沖地震の影響で、快楽園が閉鎖されたため、中止された。2012年第7回を実施。テーマは、紡ぐこと2013年第8回を3月2日に、開催。テーマは、マントーへから、 今宵つながることから2014年第9回を3月15日に開催。テーマは夢人よ、五感を磨く幻想空間2015年第10回を3月14日に開催。この年より行動館も会場に加わる。2016年第11回を3月5日、3月12日に開催。3月5日は行動館。 3月12日は、開楽園で開催。2017年第12回を3月4日、3月11日に開催。2018年第13回を3月3日、3月10日に開催。2019年第14回を3月2日、3月9日に開催。2020年3月7日、3月、ありがとうございます。